よくわからないけど、僕にとってあの声を聞いたのは、さっきのが初めてじゃないんだ。僕が初めてあの声を聞いたのは、中学生の時だった。ひでえな、お前。やりすぎだよ。バーカ。お前が一番楽しんでたんだろうが。あの声は、チャイムの音に混じって、聞こえてきたんだ。震えなくてもいいよ。誰？恐れることはない。もう大丈夫だ。私が君を守ってあげよう。どうやらその声は、僕以外の人には聞こえてないようだった。怖いと思った。自分の中で何かが弾けてしまうような、あの声をきっかけに自分が壊れていくような気がした。気がつくと、その声に誘い出されるように僕は屋上へ出ていたんだ。ねえ、これは幻聴なの？私の声が幻だなんてどうしてそう思うんだ？もしそうである、私と話している君も幻なのかな。僕は僕だよ。それじゃあ、あなたは誰？私か。私。その声は、電線の強いうなりとともにかき消されてしまった。おはようございます。おはようございます。次の日学校に行くと、校門の前にパトカーが止まってた。朝のホームルームで、担任が青い顔をして僕らに告げた。皆さんに大変悲しいことをお知らせしなければなりません。朝方、駅の裏通りを走る都電の線路上で、このクラスの3人の男子生徒が遺体で発見されました。なんだよそれ。彼らは変死体で発見されたんだ。変死体？うん、まるで獣に襲われたようにズタズタに切り裂かれていて、でもその割には体に血がほとんど残っていなかったんだって。そう。その日、僕は胸騒ぎを感じて学校を早退した。家へ帰ると、僕宛の手紙が届いていた。差出人不明の手紙の中には、一枚のカードが入っていて、そこにはただ一言、闇の王と書かれていた。闇の王？うん、聞いたことある？ルリアは何か知っている、そんな気がした。手紙を受け取ったその夜、僕が部屋で勉強していると、またあの声が聞こえてきたんだ。何を考えている？僕のクラスメートが3人死んだんだけど。あれは君のもう一つの心だ。したいと思っていること、こうあってほしいと願っている、もう一人の君だよ。僕じゃない。僕はあんなこと何も望んでないよ。落ち着いて、呼吸を整えて波長を合わせよう。ゆっくりと、深く、もっと深く。君は私となり、私は君となる。さあ、欲望を解放しよう。君の中に流れている血のささやきに耳を傾けるのだ。やめて！僕に構わないで！
それがあの声を聞いた最後だった。あの声が怖かった。僕がどうなってしまうのか、それが怖かったんだ。僕にはあまりいい思い出じゃない。ねえ、さっき買った本見せてくれる？ああ。暗いのによく読めるね。私、目いいから。ねえ、吸血鬼ってどう思う？憧れるよね。でも、この本に書かれてるような吸血鬼っていないでしょ？いろいろと弱点があるみたいだけど、知ってる？十字架に弱いって聞くよね。でも本当かな？よく映画とかじゃ弱点になってるよ。まあ、魔除けみたいなものだからね。でも、強い吸血鬼には効かないみたいだよ。ねえ、これ私が持っててもいいかな？いいよ。ありがとう。いいよ。ねえ。何？遊びに行こう。偶然会っちゃったんだ。だから今日は福田のところに泊まるから。分かった。はい、それじゃあ。何？電話で嘘をついてしまった僕の後ろめたさを見透かすようにルリアはいたずらっぽい目をして後ずさりする。そして十分に間合いを取ってすごいね。なんでこんなにたくさんの人がいるんだろうね。そんなにくっつかないでよ。どうして？だってさっきからルリアの体の感触が僕に伝わってくるから。何考えてるの？何も考えちゃいないよ。僕らはとりあえず渋谷まで足を伸ばすことにした。もう夜の9時を過ぎているというのにすごい人出だ。本当にすごい。これだけの人がどこから来ているのかと考えると実際不思議な気がする。ねえ、どこへ行くの？いいところ。わかった、任せるよ。私に任せて。ルリアは笑いながら僕の手を引いていく。泳ぐように夜の街を遊ぶ。ルリアは夜の街を遊び場に変えていく。何？外泊なんてしたことないんでしょ？そんなことないよ。本当に？あるさ、そのくらい。嘘って顔に書いてあるよ。もう。僕は拳を振り上げて怒る真似をする。でもルリアはまるで気にせずに僕の手を取って走り始める。通りすがりのタクシーがそんな僕らの姿をビルの壁に大きく照らし出していた。しばらく歩いていると開店を間近に控えた店があった。しまい忘れた白いペンキの缶。何してるの？こうやってね。仕上げは
ら、子供の足跡。誰もいない夜の街を僕らははしゃいで駆け回った。ありがとう。え？私に付き合ってくれて。いいよ、そんなお礼なんて。僕だって楽しかったし、こんなに遊んだの久しぶりなんだ。僕ね、中学の頃嫌なことばかりでさ、高校も友達なんて作る前に辞めちゃったから。私も友達なんていないよ。え？自分が本音で物を言える友達なんて一人もいなかった。でもあんたに会えた。本当のことを話せそうなあんたに。私一度死んでるんだ。僕は思った。ルリアの傷が痛ましく感じられた。僕はルリアをかわいそうだと思った。僕には手首を切るようなことはできない。ルリアはきっと僕以上に辛い目に遭っていたんだろうと。同情なんてしなくてもいいよ。え？顔に出てるよ。でも気にすることないよ、慣れてるから。みんなこの傷見ていろんなこと思うんだろうけど、誰も何も言わないんだ。でもあんたならこんな私でもきっと分かってくれる。本当の私を分かってくれる。ルリア。最初はね、あの声だけが私の味方だった。そう信じてた。だけど私あんたと友達になりたいよ。あんたのこともっと知りたい。ルリアが味方だと言ったあの声、僕にとってあの声は味方なのだろうか。胸の中に不安が広がる。僕のそばにいると君死んじゃうかもしれないよ。え？僕が知らないうちに君にひどいことをするかもしれないんだ。ひどいこと？僕があの声を気にするのは中学時代の辛い過去のせいだけじゃない。むしろあの後に見た夢が、人殺しの夢が僕には気になっていたんだ。僕はルリアにその夢のことを。ルリアはさ、人を殺した夢見たことある？人を殺した夢？僕はあるんだ。クラスメートが殺される前日のことだよ。僕は夢の中でその光景を見ていた。駅前の繁華街にゲームセンターがあるんだ。そこから出てくる彼らの姿が見えた。そして都電の線路上、どこかで何かよくわからない生き物のうなり声がしていた。そこで僕は自分の部屋のベッドで目を覚ましたんだ。でも僕の体は血まみれで、しかも裸だった。
僕は父さんに見つからないように風呂場へ行って震えながらシーツを洗った。あれは一体何だったんだろう。本当に夢だったんだろうか。白状するとね、僕は腕力にはまるで自信がないんだ。でもね、ボクシングとかプロレスとか戦っている人たちが血を流すのを見ていると、怖くて震えてくるんだ。自分が自分でなくなる、そんな気がして。なのにどうしてあんな夢を。ごめんね、私明るいのは苦手なんだ。じゃ。さよならも言えなかった。空がようやく明るくなる頃、僕は家に帰り着いた。僕は音を立てぬようにそっと勝手口から中へ入る。父さんは居間のソファーで仮眠をとっている。僕は足音を忍ばせて階段を上った。なんだろう、不思議な日だったな。ルリア、あの子にもあの声が聞こえる。もう一度あの子に会いたい。僕は昨日からのことをあれこれ考えながら、いつしか深い眠りの中へ落ちていった。目を覚ますと、辺りはすっかり暗くなっている。居間へ入ると父さんと母さんがアルバムを見ている。あら、久しぶりに顔を見せてくれたわね。どう？勉強はかどってる？うん、まあまあ。随分ゆっくりと休んでいたようだね。あ、うん。そろそろお腹も空いた頃だろう。母さんはさっきからアルバムを見ている。そんなに昔のことが懐かしいのだろうか。父さんと母さんはアルバムを見続けている。二人とも本当に仲がいい。僕は二人が喧嘩をしているのを見たことがなかった。母さんが外に働きに出て、父さんが家にいるって決めた。あの事故のあった日から。そう、あの日から。それはとても強い台風がやってきた日。僕は一人で留守番をしていたらしい。そして土砂流による家の崩壊。でも初めの救助活動で僕の姿は見つからなかった。僕が見つかったのは1週間後。家のあった桜ヶ丘から北へ50キロほど離れた隣の県の河原付近をさまよっていたところを保護されたらしい。残念ながら僕にはその時の記憶がまるでない。ただ右の脇腹には多分その時に怪我をした大きな傷跡が残っている。父さんはその時の事故の後、母さんと話し合い、それまで勤めていた出版社を辞めて家に残ることを選んだ。家族を大事にしたかったんだ。人と競争することが嫌いなんだ。僕から見ても優しすぎるんだと思う。でも父さんって家に引きこもっているせいだろうか、同じ年の大人と比べてもとっても若く見える。
食事はいいのかい？うん、ごちそうさま。もっと食べないと、育ち盛りなんだから。きっと小食だから大きくなれないんだぞ。もういらないよ。僕は食事を終えて部屋へと戻った。それからしばらくは何も起こらなかった。ルリアとは連絡先を確認し合ってなかった。でもまたきっと会える、そう思っていた。いつの間にか桜がほころび始めていた。季節外れの台風が近づいていた。駅前の書店で注文していた本を受け取った時には、もう本格的に雨足は強まっていた。あの子、あの君は、サイ、おとなしサイ。サヤ、どこかで聞いたことは。ここを離れた方がいい。え？もう遅いかもしれないな。その黒い車が走り去った後も、僕はしばらく雨の中に立ちすくんでいた。夜になって雨風はますますその激しさを増した。はい、もしもし。私、ルリア。ルリア？ルリアなの？お願いだよ。すぐに会いたいんだ。あんたに頼みがあるんだ。来て。中へ入って。ルリア。ルリア、どうして？まさか、そんなことが。ルリア。このくらいの傷なら、少し時間があれば自然に治ってしまうの。でも、何？ダメ、やっぱりダメだよ。ルリア、私のそばにいちゃダメだよ。帰って、ここから出てって。そんな、ここに来てって言ったのルリアじゃないか。あれは私じゃない。私だけど私じゃない。あれって、ルリア。大丈夫？赤く流れるあんたの血が、あんたの命が。ルリア。今度は逃がさない。ルリア！鬼となって生きるよりこのまま死んだ方がいい。そしてお前も。
この現実から目をそらすことは許されていない。そしてお前が血に目覚めた時、お前を切る。ドリアンが死んだ。僕を残して、あのサヤという子に殺されて、やがて雨の音とルリアの血の匂いが僕の中で何かを動かした。そして